スペースの今日は何しようチャンネルです。今日はですね、久しぶりに車中泊にやってまいりました。今日はね、新潟県津川阿賀町で車のイベントがあってですね、クラシックカー、それの場所をね、ちょっと先に来てみました。すごいね、ここ広くていいところです。テントがね、いっぱい並んでます。ちょっと今撮影しますね。どういう場所かというのをね、ちょっと撮影したいと思います。はい、明日、クラシックカーのイベントがある会場ですね。長野川沿いで非常に綺麗な場所でございます。車中泊する場所はね、ちょっとここからもうちょっと上流の方に行きますけど、ここはね、船のね、学生たちが、なんていう船だっけな、長いの、それで練習する場所ですね。こう波がなくてね、ちょうどその船の練習にいい場所らしいです。でこちらがですね、明日の、イベント会場ですね。よいしょ。一生懸命用意をされてますね、明日の。ここにお店がたくさん並んでですね、テントもたくさん並んで、あとね、キッチンカーも来るんですね。で、この芝生の上とかにね、みんな車を、古い旧車のね、クラシックカーを並べてね、で、こういった芝生の上でテーブルがあって、家族とかね、みんなで過ごせる、毎年ね、あるイベントでございます。またこの模様はですね、車中泊の後、撮影したいと思います。では車中泊場所に向かいましょう。だいぶ日が落ちてきましたね。気温もね、ちょうど車中泊にいい感じの気温になってきましたね。ああ、なんかいい感じの空になってますね。バイエンツ再生、つながるよ。3両だ。
はい、とりあえず今日の風呂にやってきました、ここ安田温泉の安らぎさんですね、毎回でもないか、今日はここでお風呂に入ろうと思います。今日はね、扇風機一応ね、こんな気温、車の中24度ぐらい、さっきお湯沸かしたからね。でも一応扇風機を用意しております。ほんと1分
分ぐらいやったら。さすがね、このデカミートっていうだけあるから。でかい肉だ。ハエがいた、ハエが。いた、いた。さっきからね、外がね、若者たちの車の、ブンブンうるさい。まあ、道の駅よくあるんですけどね。完食。ちなみにここにはですね、この先でトイレがあります。トイレもね、すごく明かりがついている。使えます。ということで、今夜も糖質祭り久々でございますね。久々の糖質祭りを開催したいと思います。本日の糖質祭り2個ございます。見えるかな、とろ玉カスタード、あとね、なんだ、宇治抹茶とミルクのパフェです。あとは糖分ノンシュガー、今ですね、夜の8時でございます。こんな時間にってなるよね。今日これを食べたら寝ようと思いますね。宇治抹茶のミルクのパフェでございますね。美味しそうですね、これね。
おやすみやヒルトン。気持ち扇風機を回して寝ましょう。気温はね、大して高くないけど、寒いかもしれないけど。